OK です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。海お疲れ。ありがとうね。ちょっと忙しい。本当だよ、疲れましたよ。全然寝てない。疲れた。なんで試合の次の日に YouTube 撮んなきゃいけないんだよ。こういうのはさ、ホットな状態の方がいいから。まあ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 。ていうかさ、トナコイ見てるよ俺。あ、見てる見てる。でもさ、仕事忙しいからさ、リアルタイムでは見れないんだけどさ、リアルタイム見てないの？追っかけで、追っかけ再生みたいなやつ、はい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 、それで見てるんだけど、あ、俺もリアルタイムであんま見てないんだよね。あ、マジで、うん、だから俺もこれから家帰ってから、昨日放送されたやつあったじゃん。昨日試合の日に。そう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 。 あれはちょっとこの後お酒飲みながら見ようかなあ、まだ見てないんだ。そうっていうか、だって俺びっくりした。普通にさ、席座ってるじゃん。そしたら、あれ、あ、まあまあ、俺結構前の方座った。近くにいたでしょ、トナコイメンバー。いたいたいた、ね、ちょうど俺の斜め後ろに、うん、いた。宮古も石垣も、ね、そう、宮古も石垣も、ね、あれ、大沢、あ、フミヤと、あの、すげえ、あの、いい、でき、なんかこう、いい感じになってる子じゃんと思って。それもいたでしょ。いたいたいた、ね、みんないた、10人ぐらい来たからね。ね、しかも何がいた、でもタイトルマッチ、俺タイトルマッチ終わった何時ぐらいだろう。9時あれね、9時半ぐらい。だからそれがすごいね、俺、チャンピオンになったわけでしょ、うん、チャンピオンになって、うん、なった後がトナコイの放送だから。 アベマでチャンネル変えたらトナコイだからね。あ、そうか。そうです、そうです。番組が違うだけだから。あれさ、うん、なんかあのアベマはフミヤのさ、最後のさ、マイクパフォーマンス途中でカットされてた。多分時間でしょ。かぶっちゃいけない裏番組。あ、違う時間、単純にクラッシュ。あ、クラッシュのね。そうそう、あ、そうか、そうや。だから裏番組とかの兼ね合いで切っちゃったのかなと思う。いや、だ10時だからまだ時間はある。あ、時間あったか。時間はあった。だからこれめっちゃ面白いことがあって、面白いですか、うん、受けるのが、うん、だってドラマ的にはすごくない？だってさ、ドラマって俺たちのドラマで、俺のドラマ的には、うんうん、チャンピオンになりました、うん、アベマ TV、うん、大阪にはチャンピオンで、うん、そのまんまちょっとした番組切り替わっ、うん、違う番組チャンネルにして、うん、隣の声が放送されるっていう。そうだよね。めっちゃいいじゃん、番組的に。確かに。って思うでしょ、うん、第6話、トナコイ。俺、映ってないから。マジで？俺、来週なんだよね。あ、そうなんだ。だ、今回、復縁デートなわけ。あ、うん、そうだよね。そうそうそう。だ、これ別にネタバレでも何でもないから、うん、もう放送されてるからいいけど。うん、なのに、俺の回じゃないの。あ、そうなの？絶対俺の回の方が良かったでしょ。うん、いやね。ね。それめっちゃウケない、でも。アベマさん、そこお願いします。そうそうそう。ね、めちゃめちゃ面白いと思って。うん。俺じゃないんかい、みたいな。普通俺だろ、みたいな。チャンピオンだし、みたいな。あ、フミヤ出ないんだったじゃん、今日見なくていい？いや、全然見なくていい。俺出てんのほんのちょっと。あ、みんなで映ってる、ちょっと映ってるぐらい。おー。そう。めっちゃウケるよね、マジで。いや、でも、俺もさ、本当に、あれ、フミヤとちょっと敵視してる人も応援来てると思っててさ、あ、ほとんど来てたじゃん、多分。10人ぐらい、本当に、ね。石垣も宮古も来てたから。あのメンバーいて、勝って、超やばかったね。やばいね。ね、うん、最高だった。あの後ちょっと絡んだりしたの？まあ、おめでとうみたいな、ありがとう、うん、ありがとうみたいな、うーん、イエーイみたいなぐらい。実際さ、もう撮影終わってもう2ヶ月ぐらい経つじゃん。そうだね。まだ個人的にというか交流とかだったりするの？まあ、石垣の男は、うんうん、男は。あ、それこそ龍太郎。龍太郎とはね、めちゃめちゃ仲良くしてるよ。あ、そうなんだ。隼人とも結構会う。ただね、その大輔は全然会わないかな。あ、そうなんだ。バスケで会うぐらい。あ、バスケやってるから、はいはいはい、バスケに行って、うんうん、ちょっと会うかなぐらい。ハヤトとリュウタロウよく会うね。なんかちょっとした裏話ではないの？裏話、うん、大輔がバスケ下手全然上手くないそれそんなに全然上手くない。あ、そうなんだ。全然上手くない。へぇ、それぐらいじゃない。あ、なるほどね。あとはやっぱそう、多分ネタ、まあ、見た方がいい。もうちゃんとしたら面白いから。マジで？おっていうか、あと何、え、じゃあ、昨日の含めるとあと何話？昨日が何話なの？ 6 話ぐらい、うん、だったら多分あと2話ぐらいじゃない？あ、もう終わっちゃうんだ。多分8話ぐらいだった気がするんだよね。へぇ、うん、確か。おうおうおう、確かね。まあでも、まあ、まあ俺は別にさ、有名になりたい欲とかないから。うんうんうん、まあ前から言ってるもん、ね、この素のままで出てるからさ、うん、ね、全然別にありのままですよ。あれ撮影やっぱり超面白かった？面白かったよ。めちゃくちゃ面白かった。マジで面白かった、本当に。出てよかったなと思った。最初は出たくねえなと思ってたけど、本当に出てよかったなと思った。あれ、だって滞在期間1週間だっけ？ 1 週間。でもさ、携帯をいじれない。あ、なるほどね。携帯をいじれない。俺、携帯依存症だから。最悪だったよね。
でもさ、その1週間でさ、あんな密度濃い時間過ごしたらさ、うん、別れ際超寂しくない？寂しいよね。ね。もう女とあのバイバイとかじゃなくて、うん、メンバーの女と会えなくなるとか、恋の番組、恋愛する番組じゃん、うん、恋愛してる女と会えないのが寂しいとかじゃなくて、うん、メンバーと会えないのが寂しい、うん、あとやっぱさ、テレビ出したスタッフさんもいるじゃん、うん、スタッフさんたちもほんとみんないい人で、うんうんうん、マジで仲良くなったから俺はすごい好きだったからさ、うん、まあ、変な話さ、他のみんなまあ素人だけど、うん、俺はまあ慣れてるわけじゃん、まあそうだよね、K1 選手だし、うん、テレビの、ね、撮影とか結構慣れてるから、うん、そんな俺でもやっぱスタッフさんはすごいなんか寂しかった、バイバイするのとか、石垣のスタッフも宮古のスタッフも、うん、みんないい人たちだったから、でもなんかフミヤの、あのインスタのストーリーとか見てると多分龍太郎くんとなんか一番馬が合うというか、多分結構だってもう見てても思わない、なんか、うん、もうなんか色的な、うん、わかるわかる、俺と龍太郎一緒だなと思って、うん、そうだね、なるほどね。